こんにちは。フランス語講師のミワです。フランス文法解説ビデオ第11課のレッスンを始めます。よろしくお願いします。テキストのタイトルは11 J'habite en France, je parle français. Habite, parle という新しい動詞が2つ入っていますね。はじめにテキスト11課の学習目的を把握しておきましょう。今回は3つあります。 1. Avec vous, poliment. Où habitez-vous? J'habite à Paris. Quelle langue parlez-vous? Je parle français et japonais. 2. Avec tu, amicalement. Tu habites où? J'habite en France. La conjugaison des verbes en ER au présent de l'indicatif. ER 動詞の直接法現在形活用。コンジュゲゾンが活用を表す女性名詞。そして、verb は動詞という男性名詞です。まず、ER 動詞という奇妙な名前についてですが、これは不定形、つまり活用される前の形が ER で終わっている動詞のことを指します。フランス語の動詞、全体の約7割をこの ER 動詞が占めると言われており、右上の括弧の中にありますように、第一群規則動詞と呼ばれています。ER 動詞に属するものは、原則として活用語尾がすべて同じですので、それぞれの綴りと発音をしっかり覚えましょう。まずは主語が私、ジュの時、活用語尾は無音のウです。無音ですので、直前の子音を軽く発音するイメージで、決して、えと読まないよう注意してください。その下、主語が君、チュの時。こちらでは、アビテというウエフ動詞を直接法現在形の肯定形、否定形に活用していきましょう。このアビテですが、住むという意味で、先頭のアッシュは無音ですので発音されませんね。非常によく使われる動詞です。まずは主語がジュの時ですが、J アポストロフと表記されていますね。これはどうしてかお分かりでしょうか？そうですね。動詞、アビテが無音のアッシュから始まっているため、次の母音、アーと主語のジュの間にエリジオンが起こり、このように短縮形で書かれます。私は住んでいる。主語動詞を一緒に発音するとどうなりますか？そうです。J'habite。J'habite。となります。2行目のフレーズ、私はフランスに住んでいますという意味ですが、このように書いてどう発音しますか？そうですね。J'habite en France と読みます。前置詞 on が赤い太文字で書かれていますが、重要な文法規則があります。フランスやスイスなど主にヨーロッパの国は女性名詞ですが、女性の国に、女性の国でという場合、国名の前に必ずこの前置詞 on を入れます。私はスイスに住んでいますという場合は、J'habite en Suisse となります。それでは表の中身を上から順に見ていきましょう。最初の国名、これはどこか一目瞭然ですね。日本です。発音は、ルジャポンですね。その右、形容詞の男性形、女性形はどう発音しますか？